滝沢秀明率いる飛べメンバー、スマップとの因縁を背負う一同超高級中華料理店での決起集会。こんにちは、読者の皆様へ。今回は、滝沢秀明率いる新たなエンターテインメント集団飛べのメンバーたちが、超高級中華料理店で開いた初の決起集会に焦点を当ててみたいと思います。その舞台となった店は、 かつてスマップへの解散をめぐる重要な場所でもありました。滝沢と戸部メンバーたちの意義深いついに迫ってみましょう。戸部の設立から半年、新たなスタートを切る滝沢秀明。戸部は滝沢秀明、41歳、が旗振り役となり、本格指導したエンターテインメント集団です。その設立から半年が経とうとしています。猛暑が和らいだ8月20日。 都内の高級中華料理店の前に滝沢秀明の姿が現れました。滝沢は2018年末に芸能活動を引退してから目撃されることは少なくなっていましたが、約1700日ぶりにその姿を目にすることができました。その変わり果てた印象に注目が集まります。超豪華メンバーが集結、初の決起集会が開催。 滝沢のニューミセと同時に、他のトップアーティストたちも次々と店に集まっていきました。三宅県44歳、平野志陽さん26歳、神宮寺優太たさん25歳、イムップ、元インパクトオーズのメンバーなど、所属アーティストだけでなく、スタッフやスポンサー筋の関係者も出席したと言われています。 飛べのメンバーたちが一堂に会する初の食事会とあって、その舞台には緊張感と期待が交錯していたことでしょう。飛べの進行に影を落とす変な邪魔。滝沢は、TikTok ライブでファンに対し、飛べの進行について言及しています。しかし、言えることも言えないこともあるけど、間違いなく一歩、二歩、飛べは進んでおります。 なので変な邪魔が入っても、もう関係なくどんどん進めていきます。と述べ、その言葉が何を指すのかについては明言していません。戸部のスタートから数ヶ月、滝沢のやり方に対する疑問の声も少なくないようです。しかしこの決起集会を通じて、彼らは団結を強化し、共有する目的に向かって進んでいく決意を固めたことでしょう。 海外志向を持つ飛べメンバーたちの共通目標。飛べに参加したアーティストたちは、国内だけでなく海外でも活躍することを目指しています。滝沢自身も海外でのアーティストプロデュースを目指すなど、国際的な展望を持っています。この世界を狙うという共通の志向が、飛べメンバーたちの団結の要因となっているのかもしれません。 特にイムプへのデビュー曲が世界同時配信され、北米唯一の日本語ラジオ局に出演したことは、その国際的な視野の一端を示しています。滝沢秀明とスマップへの因縁、店選びに込められた意味。驚くべきは、この決起集会が開催された場所です。その場所は、かつてスマップへの解散危機が取り沙汰された場所としても知られています。 2016年8月にスマップが解散を発表した7ヶ月前、この場所でスマップへのメンバーが集まり、解散危機を乗り越えようとする激励の場が開かれたのです。この場所を選んだのは滝沢自身でしょう。彼にとっては過去の因縁は無関係かもしれませんが、その背景には滝沢の視野の広さと決意が感じられます。とげの展望と滝沢秀明の影響力、 滝沢秀明はアイドルだけでなくジャニーズアイランドの社長として企業経営にも関わり日本社会に大きな影響力を持っています。戸部の設立とともに彼の新たな挑戦が始まりました。現在は元ジャニーズ事務所のタレントだけが合流している戸部ですが今後はオーディションを通じて新たな才能を発掘する予定です。 滝沢は育成力や演出力に優れており、多くの新たなアーティストが誕生する可能性が高いでしょう。ただし、最近では彼の多忙なスケジュールが心配されており、体調管理が課題となっているとも言われています。限界体制から解放された瞬間の滝沢秀明。決起集会が終わり、午後9時30分頃、滝沢は店の外に現れました。 周囲を注意深く見回し、帰路につくメンバーやスタッフの車を見送りました。その表情には疲労感と達成感が交錯しており、一つのステージを終えた彼の背中には未来への期待が広がっていることでしょう。まとめ、戸部メンバーたちが超高級中華料理店で開いた決起集会は、彼らの団結と共通の目標を強化する場として意義深いものでした。 その場所がかつてスマップへの解散危機を乗り越えようとする場所だったことは興味深い偶然です。滝沢秀明の新たな挑戦と、飛べの未来への期待が感じられる1日でした。今後、飛べがどのように成長し、国内外で活躍する姿が楽しみです。